でも激辛チョリス、今日もみんなの尻に火をつけちゃう。やってきましたー。はい、今宵は渋谷にいるんですけども、今回のお店は一輪渋谷店さんになります。新宿のグルメ祭りに、行った時に食べた、料理がここにね、店舗にあるんですけども、辛麺のとんでもねえという商品を食べたんですけど、今回はその直接店舗に食べに参りました。とんでもねえ辛さがあるんじゃねえかなと、今日は期待しております。それでは今日も早速激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。スープのベースは鶏ガラベースとなっております。辛さの源は中に唐辛子を 4,5 種類ぐらいこうブレンドして辛さを引き出しているということなんですけど、店舗で食べるとね、やっぱ外で食べるとまた味が違ってくるかなと。おー、来ました。こちらがとんでもねになります、ね、おー、とんでもね赤身だ。うおー、すごい。あー、この鼻に突き抜ける。うおー、真っ赤に染まったこの地獄色のスープ、いただきます。さあ、一輪さんのとんでもねえさん、お手並み拝見ですよと。お箸休めて。うわぁ、うわぁ、これはトロ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 なんか、これうまそう。これちょっとポン酢のような風味。はい、じゃあこれちょっと後でいただきましょう。おぉ、マグマのような、なんだこの弾力感、すごいぞ。何これ、いきます。でもね、カレー入ってるけど、卵、ニラ、ニンニクに、ひき肉とかこう入ってるのかな、ちょっとお肉のパンチがすごいね。あー、これは強敵だぞ。うん、カレーぞこれ。うん、あ、これめっちゃうまい。うん、うわ、とんでもねえぞ、あれ。想像以上の辛さだこれ、カレーが喉が焼けるぜ。スープやばいぞ、スープとんでもねえぞこれ、カレグルメ祭りで食べた時で全然辛いぞ、なんか。はい、こうなったらラストスパートやるぞ。うわ、とんでもねえなこれ、どうなってんだこれ。歯がしびれてきた。これは近年まれに見るこの辛さぐらいだ。うわ、ごちそうさまでした。早速辛さレベルを発表していきましょう。一輪の渋谷店とんでもねえ辛さレベル、じゃららららららら、じゃじゃ、辛さレベルマックスでーす。おめでとうございます。マックス辛い、やばい。激辛グルメ祭りで食べた時より全然辛さが増してるような、隠れでした。めちゃくちゃ辛いんですけど、しっかり旨味も感じました。ただめちゃくちゃ辛かった。本当にその名の通りとんでもねえ辛い。うわー、ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新しますので、フォローお願いします。とんでもねえ。